山川穂高、飛びつくのは本能。一塁の定位置争いに打ち勝つ。ソフトバンクに FA 加入した山川が今キャンプ初の特集を行った。ライバルとなる中村晃と本田内野守備走塁コーチのノックを受けた。最後は15球連続ノーエラーが課された中で、一塁線への14球目を渾身のダイビングキャッチ。野球選手は届きそうなところは飛びつくのが本能ですからと汚れたユニフォームで笑みを浮かべた。相手は4度のゴールデングラブ賞を誇る名手だ。守備で勝負できるとは思っていない。晃さんは誰がどう考えても上手じゃないですか。勉強になりますし、守備はどうやっても絶対に勝てないと素直に口にする。なんか卑猥やね。中指と薬指派か。意味深。野球以外でも本能を抑えられなかった男。本能をむき出しにするのは野球だけにしとけよ。この手つきで。何もしてないのに給料が上がった男。言うほど栄子、3年間追いかけ続けたが相手にされなかったに届きそうだったか？ダブルミーニング？ユニフォームを汚しながら特集を受ける山川。ユニフォームだけではなく、関節まで汚してしまった男。山川、DH がいい。サッカーのあれで山川叩きが一気に消えてしまった。ガシガシしてて草。ガシガシしたらあかんすよ。ホームラン1000本くらい打って見返したれ。どう取り繕っても無理だって。届きそうもなかったものでも3年頑張れば届くところまで行けました。女癖さえまともだったらな。本能で飛びついちゃったんやね。